元ドイツ代表のエジル、筋トレでマッチョになる。なぜ引退後になってからフィジカルを鍛えようと思ったのか。トーレスに影響されたんだろう。現役時代にフィジカルを鍛えなかったのが悔やまれる。ドーピング検査に引っかかるんじゃないか。エジルの体がこんなに大きいのを見慣れてないから変な感じだ。エジルとトーレスは面白い。彼らは引退後にボディビルダーになることを選んだ。引退後に退屈になってしまうのを防ぐ方法はこれだ。これは本当に予想外だった。エジルはロナウドとアザールの仲間入りをすると思ってた。引退後も健康を維持しようとするサッカー選手とただ太ってしまう選手を見るのは興味深い。次にエジルが目指しているのはミスターオリンピアだ。ケネス・ファリードのユニフォームを着てるじゃねえか。最高だ。サッカー界では衰えて引退してしまったが、男としては全盛期を迎えている。フェルナンド・トーレス第2号。